業務用電灯分電盤の例分電盤とは、感染により送られてきた電気を、不可回路へと分岐する部分に設置される、配線用遮断器や、漏電遮断器などが集合して取り付けられた、電気設備である。金属製や合成樹脂製の筐体に収められていることが多いが、キータに取り付けただけの簡素なものもある。大型の分電盤の場合には、漏電遮断器や配線用遮断器の他に、 電力量計や制御用のリレー、照明をリモコンで制御するための制御イニットなどが組み込まれている場合もある。住宅用分電盤では、これらの他に電流制限器を取り付けられるように設置スペースを設けてある製品と設けてない製品が販売されている。屋内配線が危険な状態になると自動的に回路が切れるブレーカーが設けられている。 電気設備技術基準第56条、配線の関連、または火災の防止や、第63条、過電流等からの低圧感染等の保護措置に基づき、分電盤は設置する必要がある。また、電気設備技術基準の解釈第165条、低圧屋内電路の引っ込め口における、開閉機の施設は、蒸気第56条や、第63条に則り、 どのような場所に分電盤を設置すると良いかを述べている。住宅用分電盤は、玄関や廊下の壁面上部、新築マンションなどの場合には、クローゼットの内側に、業務用分電盤は、建物内の EPS に設置されることが多い。一般社団法人日本配線システム工業会の、自主規格である、JWDS0007、住宅用分電盤に適合していれば、 住宅用分電盤を製造するメーカーは、日本配線システム工業会が発行する、規格適合認定ステッカーを貼ることができる。JWDS0007、住宅用分電盤には、スタンダード規格と高機能規格という2種類の規格がある。なお、いずれの高機能機器もいわゆる、後付けでの性能を担保しているものではなく、あくまで工場出荷時に組み込んだ状態で所定の、 機能を果たすように設計、製造されたものである。オール電化住宅対応分電盤これらの規格以外にも様々な機能を持ち合わせた住宅用分電盤が分電盤製造メーカーにより製造、販売されている。ありがとうございます。